はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和子様、国体名庁様、メッセージもご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。通報ありまして、読売新聞販売店を統括するのが各支部の販売部と呼ばれる、読売新聞の部、支部ですか、みたいなんですけれども、埼玉県販売部トップの部長、販売部長ですね、読売新聞社埼玉県販売部長っていう、まあ偉いんだな、これな。子会社の放置新聞社員めがけ放尿するという超絶パワハラ事件発生。どういう状況で、なんで放尿したんだかさっぱりわかんないですけど、まあおしっこ引っ掛けたってことなんでしょうね。部長ってからには、まあ50以上なのかな。そして、ついたあだ名がションベン部長と陰口を叩かれるようになりました。読売新聞はこれを全力隠蔽中であります。だからググっても出てこない。埼玉県販売部長放尿でググっても全く出てこない。仲間の大手メディアも全力でスルーと隠蔽に加担しております。こいつらはですね、他社のパワハラを批判する資格ないですね。あとね、焼肉屋に、脱粉してきたなんていうですね、ことも批判できないですね。そういう汚系なものにですね。ションベン部長が嘘だって言うんだったら、そんな事件は起きてないよって言うんだったら、読売は私を営業妨害か信用毀損で訴えればいいですね。通報者曰く、本社の販売部トップが人間のクズなので調べたら山口俊一って人でしたけれども、まあ人間のクズらしいです。まともな人は辞めていき、販売部にはゴミしか残っていないとのことだそうであります。この方は新聞業界内部の人なんですけれども、他にもですね、いろんな話教えてもらっちゃいました。創価学会政教新聞の発行部数はなんと550万部、毎日、新聞185万部、朝日新聞397万部をとっくに凌駕し、読売663万部に次ぐ部数、日本ナンバー2の新聞が政教新聞であった。知らんかったわーって。他が沈んでって抜かれたんでしょうね。公明党の参院選の比例票が618万票なんで、まあ、半分、押し紙ってこともなさそうですよ、これ。あり得る数字ですね。まあ、550万部に618万人。まあ、独居世帯っていうか、一世帯一人とも限らないもんね。一世帯に、二人住んでて、まあ、一部ですもんね。これの配達はですね、無冠の友。と呼ばれる、無冠の友と呼ばれる学会員のボランティアが無料でね、朝早く起きて配ってるんですけれども、池田先生の声を届ける栄誉ある活動というですね、まあ学会の中でもエリート扱いされる、羨望の眼差しで見られるらしいんですけれども、東京多摩地区で無冠の友さんたちが高齢化で配達を維持できずこれ足もね、まあね、70ぐらいになるとね、足もね、読売新聞販売店に業務委託開始だそうであります。もうされてんだって。読売の販売店さん、私らの代わりに配ってくださいって言っても、もうお金払いますから配達料ってね。埼玉と神奈川でもそうなる予定。今はまだなんですけど、まあ来年ぐらいかな、言っておりましたけれども、そうするとですね、委託料発生しますから、今までみたいに、ただで、配ってくれるなんてことないもんすから、まあ金銭的には学会にダメージきますよね、これね。まあいいニュースだな。そういうボランティアさんが、まあ学会もね、共産党員
と同じくですね、メイン層がその戦後すぐ生まれ層、なので、高齢化が著しいって、聞いたことありますけれども、まあ、2世3世はそんな熱心な人もあんまりいなくてみたいな、でね、2世3世はそんなに濃くないから配るボランティア嫌なんでしょ。なんぼね、無冠の友なんて褒めそやされたって、やだやすんねんっつってやってくんないでしょうね。閉じる新聞販売店が増えているが、赤字で閉じるのではなく、経営者の高齢化で引退するも後継者が見つからない、で、しょうがない閉めようってなるの、人材倒産が多いって話であります。まあ、この方の話なんですけどもね、新聞発行部数右肩下がりで未来がない、今後新聞が盛り返す兆しすらない、あとクズしかいない販売部にパワハラされるなど、ブラックぶりでですね、まあ息子さん娘さんも経営者のね、息子さん娘さんたちも敬遠してついてくんないんでしょうね。もしかしたら経営者自身もですね、やめとけーんで、こんな仕事は、進めないんでしょうね。私、獣医で動物病院、15年間経営してましたけれども、息子娘には進めません。なあ、噛まれたりなんだりで危ねえんだから、進めません。腰悪くしちゃうしね、大型犬手術台によっこらせるって乗っけっときね。あとね、一日何十回も手洗う、なので、皮膚強くないとできません。息子娘には勧めません。あと若い人にも獣医勧めません。危ねえんだからって。でね、頭おかしい客いるとギャグ切りして食ってかかられてん、ということで進めません。もしかしたらそういう商売なのかもしれません。岸田総理エジプト訪問、ロシア小麦全面依存対策に農業支援をする。これエジプトってロシアからの小麦になんか全面的に依存しちゃってなって、知らねえよそんなの、死んねえよって思うんですけど、そうなったのが悪いんだろうがって、思うんですけど、カイロとピラミッドをつなぐ地下鉄建設を支援だそうであります。一般案の国内では何も対策せずに放置しているくせに外国は支援、いくら出すんで、こんなところにもう金巡ってたのか、エジプトと仲良くするメリットあんの、回収できんの、庶民から金巻き上げて海外にばらまいて英雄顔するキッシー、日本人がミイラになるっす。金額や支援内容の詳細が報道されてない。これ意図的にいいかな。なるほど、それならいいやって、思われると面白くねえから、反自民、反政府ですからね、テレビと新聞は。農業支援って言うけど、日本人チームを派遣して米の作り方でも教えんのかな、それとも余ってる小麦を売りつけんのかな、そしたら食料支援ってなりますから違うのかな。他社の続報でですね、地下鉄建設に1000億円、だそうであります。実はこれ受注するとこ決まってて、日本のゼネコンが出かけてって、作って、1000億円の売り上げを上げます。日本の業者以外に技術もねえだろうし、なんかエジプトに地下鉄、砂で崩れちゃって維持できねえんじゃねえのかな。それともコンクリートの筒のようなものを埋めるようなことになるのかな、ちょっと思いますけれども、まあね、ゼネコンが儲かるですね。これ自民党によるゼネコンへの利益供与ですね。ゼネコンは自民党に献金と票集めに協力する。例えば政治家の資金集めパーティーなんかに社員を派遣する。あるいは行かなくても100枚200枚買ってあげるみたいな。何のことはないゼネコンに対する利益供与なんですね、これね。国内に需要ねえから海外支援っつうことで無理やり仕事を作ってやるっつう。エジプトと日本の関係なんですけれども、2020年、データなんですけれども、エジプトから石油ガス、医療など349億円買ってあげてます。エジプトに
自動車や機械など1196億円輸出しております。まあ差し引き847億円の黒字のいいお客さんではあるが、石油も買ってんで安全保障上良好な関係を保っておかないといけないのかな。両国が関係を開始したのは1936年、それ以来ですね、戦争中も、エジプトは加わらず良好な関係を保っている。まあ、100年近くの付き合いの中でエジプトを支援した合計が無償支援1593億円、技術協力876億円、これ技術者派遣したりしてあれしてんのかな。他国に技術を与える国は滅びるってなんか昔聞いた覚えがありますけれども、有償支援、これ利子取って貸し付けるとかですね、そういうのが7386億円だって、実質税負担率 47.5% で外国支援とゼネコン支援してる場合じゃねえだろ、ふざけんな、日本人の若者は重税に絶望してんだぞ、いい格好したいなら自腹でやれっつうの、税金で何としてもいい格好したいって言うんだったら総理はもう外国に行かせんな、国内に閉じ込めとけって思うんですけどね。下手に外国行かせるといい顔してくて金ばらまいてくからもういっそ行かせんな、私思うんですけど、複数の性的少数者団体が合同で記者会見を行いました。性同一性障害者らで作る性別符号当事者の会、いや、これいわゆる体が男で心が女、体が女で心が男っていう人らかな、符号っていうからね、いや、女性の権利保護を目指す女性スポエス、女性スペースを守る会、など4団体、この人らはなんか女子トイレ作んねくちゃダメだよ、誰でもトイレばっかにするのダメだよって言ってそうな団体ですね、名前からすると。女性スペースを守る会ですから。 LGBT 当事者の会、女性に性転換した三山みどりさん、医療機関や金融機関、行政で差別を受けたことはない、それは差別がないのはもう分かってんぜ、マツコもミッツも出れねえってテレビに差別があったら、そういう人らに、弁天小僧菊之助の演目もないって、ピーターもおすぎもピーコもテレビ出れてねって差別があったらね。白百合の会、レズの会なのかな、これ名前からすると、レズビアンさんたちの会なのかな。戦国強化って読むのかな、強化さん、女性だと言い張る男性を女性だと認め、女子トイレが使えるように解釈される可能性が高い、このような法律は不要だ。ああ、女子トイレだけじゃないですよ、女子風呂もですよね。森夏子、白百合の会代表、 LGBT 活動家は当事者の代表ではない、つまり我々の代表ではない、代弁者ではない、当事者のリアルな声も報道してほしい。女性スペースを守る会、滝本太郎弁護士、理念法でも当然裁判に使われる性自認の文言は主観的かつ曖昧に過ぎると、これはまた盛大にはしご外されましたな、ざまーって感じなんですけども、一般反応です。当人からすればそりゃそうだろうな。当事者にとっては活動家は迷惑な存在、 LGBT 対応トイレを用意されても利用した瞬間に周囲にバレるので使わないらしい。活動家は当事者ではない、ここが一番大事よね、活動家のための法だもん、勝手に当事者の代表面すんなっていう感じ、公金中中のためだとみんな気がついている、被害者ビジネスに使われるようになったら嫌悪対象になる、嫌われるっていうですね、当事者さんたちがまともで安心しました。そういえばなんだっけな、名前忘れちゃった、なんかマッサージする人でゲイの人で、慎吾ちゃんって言ったっけ、あの人も反対しましたね、推進している稲田やモナオや特殊野党の連中は当事者じゃないっていうのは明らかですよね。モナオなんかはモナと
チューしてたからゲイではないだろうし、当事者が嫌がってんの分かったか、このニュース見たか、モナオ理念法で罰則がないから大丈夫なんつってますけど、理念法大義名分に変な条例作られるんだってば分かんねえのかな。弁護士さんもですね、当然裁判に利用されるって言ってんでしょ。条例できてない地域でもですね、心は女なのに女子風呂拒否されたつっておっさんに裁判起こされるんだわ。で、理念法を盾にですね、裁判官が変な判決を出すと。昨日も言いましたけれども、温泉業界、水泳業界、スポーツジム業界は崩壊の危機だからな。あと更衣室があるような、まあ、スケートとかですね、そういう業界も崩壊の危機ですよね。のんきしてないで、必死で全力で LGBT 法反対しないと、ダメだぞ、大変なことになると、思います。英国政府、新しく作る公的施設は男女別トイレ設置を義務付けると、ケミ・バデノック女性平等大臣、そんなのあんだ、女性平等大臣、女性の安心は重要、女性のニーズを尊重、中性トイレばっかだと混んでしゃあない、なるほど、英国を見習い、トイレの男女別を全力でなくそうとしている埼玉県はですね、時代に逆行してますね、退化してますね。バカなこと推進してるのは県知事なんだろうか、それとも公金中中に加担したい職員なんだろうか。中性トイレ、ジェンダーレストイレ推進協会とか天下り団体を作りたい県の職員どもなんだろうか。埼玉県の議員さんですね、この辺ほじくってこの動画見てたらですね、一体誰が悪玉なのかバカなのか教えてください、よろしくお願いします。吉野家新宿店が人員不足のため休業、ゴールデンウィーク中だって。新宿店以外にもですね、十数店舗が閉まってるらしいであります。一般販の飲食店多すぎだし、チェーン店と居酒屋多すぎ、まあね、人員不足により、ゴールデンウィーク休業って、誰もシフトに入ってくんなかったんだな、バイトさんがな、用事ありますからっつって、チェーン店と居酒屋多すぎ、都心で時給1200円じゃダメだろ、嫌ならやめろなんてもう言えないね、代わりはいくらでもいるぞもう言えないね、都合で休めるバイトでしょ、文句言うな、雇う側が勝手なら雇われる側も勝手でいい、もうバイト不足が解消されることはない、人手不足なんてまだまだこれから、時給3000円にすれば即解決。ですね、昔あったイオン系のスーパーで働いてる方がですね、味噌かと元旦は時給3倍になるって言ってました。だから働いちゃうなんて言ってました。ゴールデンウィーク中は時給3倍にすっからって言ったら、そんな人員不足、用事あるんで、ならないんじゃない。外食多すぎ、競争激しすぎで人件費ケチってですね、安く提供しないと来てもらえない、競争に勝てないっていうのは、従業員のしわ寄せと我慢で延命しているだけで、とっくに経営破綻してなん、ゾンビじゃない、そういう、店は。後楽園と日高屋は安すぎですね。後楽園の醤油ラーメン490円だもんね。こっちがですね、経営を心配しちゃうレベルですよ。もうちょっと値上げしてもいいんじゃないの？バイトの時給を上げてやってよ。野球選手は雇用が不安定なんですけど、いつね、戦力外通告されっかわかんないし、いつ怪我でリタイアしちゃうかもわかんないし、だから報酬が高いんですけれども、バイトの雇用が野球選手並みに不安定でも、いつ首切られるかわかんない。でも、賃金が安いのは都合で休めるっていうのが大きいですよね。ゴールデンウィーク中にバイトさんが都合優先でシフト入ってくんなかったと、文句言うこともできない、出すもん出してないんだから、職場の雰囲気良くてですね、時給にも日頃から満足していたら
ゴールデンウィークだけど、ちょっと用事だけど、働いてるか、困ってるみたいでしょ。って思ってくれるんでしょうが、そうではなかった。自業自得ってことですね。アホな経営陣はですね、じゃあ外国人だって思うかもしれないですけど、外国人がですね、日本で働くことを敬遠するように、もっと円安進んでくんねえかなって、私なんかは思います。円安で日本に働いて、気に来ても、で、大した稼げねえ。ってなったら、もうどうしようもなくなって、時給上げるしかないな。死んでも時給は上げたくないっていう、連中も目が覚めるんじゃないでしょうか。というわけでですね、メール党員さん大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックしてですね、メール党員になって、日本改革党をご支援ください。来年都知事選に出るつもりなんですけれども、公約でですね、ソーラーパネル禁止っていうのをどうでしょう。世界中のソーラーパネルの、原料のですね、ポリシリコン、これ半分以上がウイグル人が鎖でつながれて殴られながら作ってるって話なんですね。つまりソーラーパネルはウイグル人の血まみれ、血まみれ。まあ一般にはね、公約として訴えるときには、世界一の過密してる東京で燃え出すと燃え尽きるまで消火できないソーラーパネルは危険だっつって禁止します。まあ新規ね、新規今あるの取り外せっていうと、その分金出さなくちゃならないから、まあまあ今あるソーラーパネルはですね、10年後20年後耐用年数が過ぎた時に廃棄代に腰抜かしてもらうとしてですね、まあそれは来年6月の都知事選の公約の一つにしっかな。東京都内はソーラーパネル設置、新規設置禁止。理由は燃えると大変だからっていう理由で、やろうかなちょっと思っております。デトックスジャパン。